小林誠也と安田雅史のはじめの2分。皆さんスポーツ大好き、それ以上に栃木弁が大好き、そのためまだまだ栃木弁が抜けない安田雅史です。こんばんは。熊本県出身の千葉県在住から足立区在住、そしてまたまた千葉県に住まいを移そうと計画中の小林誠也です。初めてのレギュラーパーソナリティとして30分、なんとか頑張って続けておりますが、はい、まだまだ僕たち安田雅史、小林誠也の名前を覚えてもらえるように頑張っております。それでは私安田雅史と小林誠也のはじめの2分、今回もどうか最後までお願いいたします。改めまして安田雅史です。こんばんは、小林誠也です。いや、明日、はい、ついにですよ。明日分かってますか？分かってますよ。もちろんサッカーのワールドカップですよ。はい、そうですね、はい、楽しみですね。はい、もう結構ね、もう近所では旗が、はい、日の丸の旗が立っているじゃないですか、はい、あれやっぱ見ると、僕高校時代の時に、はい、国旗掲揚っていうんですか、はい、旗を上げるやつ、はい、あれをやったことがあって、はい、あれをその最初のやる前はなんかこう緊張するというよりもこうなんかちょっとだるいなみたいな感じの気だるさを思ってたんですけど、はい、なんかいざやるとなったらすごいなんか責任感というか、日の丸を背負うなんかこう責任をなんか一瞬感じ取れたような感じがして、なるほど、すごい感動というか感動、ドキドキを今でも覚えてますね。はい、あ、そうですか、はい、僕は国旗掲揚ってなると、あ、はい、まあ、野球をやっていたので、開会式とかでは絶対国旗掲揚されるんですね。はい、多分おそらくですけど、ワールドカップは、あ、はい、まあされると、あ、はい、まあされるんかな、あ、はい、まあ、まあ僕の野球大会ではするんですけど、あ、はい、その時に国歌流れるんですよ、君が代が流れる時に、はい、まあそれを静かにもうみんな起立して聞いてるんですけど、それを聞くとなんかこれから大会をやるぞ、なんか変な野球の対戦スイッチじゃないですけど、あ、なるほど、そういう心の中の気分が、はい、ってなんか今回多分国歌斉唱すると思うんですけど、はい、多分サッカー選手の皆さんも目つぶって聞いたりとかやるんですけど、あの気持ちが本当にすごくわかるんですよ。 なるほど、あそこでよしこれから戦うぞってい いう一気にスイッチが入るっていう、まあ、僕の場合ですけど入って、はい、まあ、これから大会が始まるっていう風になるんですね。そういうスイッチの入り方とかもあるんですね。そうですねさて、この番組はじめの2分は毎月第1、第3月曜日夜19時から放送させていただいております。またこの番組映像配信版も YouTube で放送後アップさせていただいておりますので、ぜひそちらも確認いただければと思います。そんなはじめの2分パーソナリティを務めさせていただきます、私安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、1996年生まれで、まあ、オープニングでもお伝えしました通り栃木県出身です。まあ、高校までは野球一筋で頑張ってまいりましたが、まあ、現在はエキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。そしていつかはできればずっと続けてきた野球に関わる作品に俳優として出演するというささやかな夢を持って頑張っております。どうぞよろしくお願いします。私小林誠也も1996年に熊本で生まれまして、幼い頃からずっと千葉県で育ちました。現在は俳優として勉強中です。いろんな番組 CM などのエキストラに参加のほか、上演作品の DVD ジャケットデザインや配信動画のサムネイルデザインを担当させていただいたりと、役者以外にもいろいろとパフォーマーとしてチャレンジさせていただいております。はい、将来はできれば幅広くいろんな分野でマルチに活動したいと頑張っております。よろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは今月の食いしん坊のコーナー。このコーナーは私小林誠也が市川うらら FM の聴取エリア浦安市、市川市、船橋市、そしてその近隣地域の大盛りで美味しいと評判のお店を独断でリサーチし、実際にお邪魔させていただいたそのままをリポートしていくコーナーです。この番組をお聞きの皆様の中でワンパクメニューが大好きな方や彼氏や旦那様、お子様などなかなか食べ盛りの方にぜひ参考にしていただければと思っております。はい、第9回はですね、はい、市川市南大野にある久子亭市川大野店さんにお邪魔させていただきました。ひらがなで久子に、漢字で亭主の亭と書いて久子亭というこちらの
お店なんですが、はい、こちらは JR 武蔵野線市川大野駅の改札を出て右に曲がり、デイリー前の信号を渡って薬の福太郎を右手に直進、はい、で15分ほど歩くと右手に貯水池があり、その反対側にございます。赤い看板に黄色い文字で久子亭と書かれており、お店の入り口上にも赤い看板に黄色い文字で久子亭、その上に緑の文字で中華料理と書いてあります。店内はカウンター7席と4人掛けのテーブル席が3つ、計19席ありまして、少し古めかしい昔ながらの中華料理店という印象を受けました。メニューを見るとたくさんの種類のラーメンにチャーハンや餃子、その他炒め物などどれもボリューミーで魅力的なものばかりでした。価格帯はライスが200円からラーメンや炒め物などが1050円とボリューミーなのに一般的なお値段でのご提供でとてもありがたい限りです。今回その中から注文したのは餃子です、はい、ここ久子亭の餃子はテレビでも取り上げられたことがあり、他のお店で味わうことができない餃子として一躍話題となっていたのをご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。注文から5分ほどで今回の大盛りメニューの餃子が来ました。大人の拳ほどの大きさのその餃子は自家製の厚めの皮が使用されており、見た目のインパクトをより一層強めています。見た目と香りに待ちきれず、届いてすぐに一口頬張りますとその分厚い皮と大量のあんが相まってか、パリッという音の後に口から溢れそうになるほどの肉汁が出てきました。他の餃子にはないその圧倒的なボリュームにも驚いたのですが、さらに驚いたのはそのお味です。口に入れた瞬間はニンニクの香りと肉のうまみ、野菜の甘みと皮の香ばしさが広がって、いつも食べている餃子よりもちょっとジューシーで香ばしいかなと思うだけだったんですけども、はい、その後野菜の甘みとはまた違った甘みが口の中に広がったんですね、はい、この独特な味がおそらくここ久子亭に来る方々の舌を虜にしているのだろうと思わず思ってしまいました。また800円で6つも巨大な餃子が乗っているので一皿で結構お腹いっぱいになれたので、僕は本当とてもこうありがたい限りでしたね、はい、すごくコスパがいいように感じます。そうですねちなみにこの餃子はお持ち帰りが可能で、はい、夕方過ぎに来られるお客様は餃子をお持ち帰りにされている方がほとんどでした、はい、このボリュームにこの味はここでしか食べられないので、ぜひとも一度足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで今回はひらがなで久子に、亭主の亭で久子亭、市川大野店にお伺いいたしました。営業時間は12時から19時、定休日は水曜日です。住所は千葉県市川市南大野 3-22-2、 電話番号は 047-337-3366 です。皆さんもぜひ満腹になってください。以上、今月の食いしん坊のコーナーでした。改めまして、現在放送中の初めの2部、担当は小林誠也と安田雅史の新人俳優がお送りしております。さて今回はまたまたスペシャルゲストの方をお迎えいたしました。はい、モデルで女優のあきらさんです。皆さんこんばんは、あきらです。よろしくお願いします。お願いいたします。実は僕たち2人も参加している映像演技のワークショップに参加されておられ、7月クランクインの映画出演に向けて頑張っていらっしゃるお一人です。それでは早速ですが、あきらさんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。岩手県のご出身で、現在僕たちと同じ21歳のモデル女優さんで、なんと13歳の頃に特撮ドラマの子役でデビュー、その後映画やドラマにご出演されるとともにモデルとしても活動を始められ、ミーナ読者モデルやブランドジョイ、 KCE コレクションなど雑誌やイベント、ステージなどで幅広くご出演されてらっしゃいます。今回はお忙しいところ、この僕たちの番組にスペシャルゲストとしてお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずですね、先ほど小林さんが紹介してくれましたが、13歳で、はい、芸能界に入ろうと思われたきっかけは何でしょうか。はい、きっかけが、はい、なんか知らない
私が知らないうちに、はい、親がちょっとあのオーディション関係のに登録してて、はい、でそれで事務所の方からスカウト来て、はい、それで、はい、がそれが入っ芸能界に入ったきっかけになりますね。すごいですねスカウトって、はい、しかもこう自分からっていうのはもう親御さんが知らないうちに、はい、すごい機会ですね。そういうのはそうそうない経験というかなんというか、はい、ではその初めての出演が特撮だったっていうことなんですか、うん、けども実際にその現場はどうでしたか。じゃあ戦隊もののドラマで、はい、まあ、はい、特撮、はいはい、なのでまずなんか視線を合わせるのがそうですね、すごい大変だったし、はい、あとは施設の、はい、施設にいる子供の役をやったんですけど、はい、まあ、そこでその子役の中で一番やっぱ年上だったのでリーダーっていうこともあったんで、それもでもなんか初めてです。とりあえずもうほんと緊張したっていうことですね。すごいですね。現場初現場で初現場です、ね、で初リーダーですか。その子役そうです。そうなんですよ。すごいですね。めちゃくちゃ緊張した覚えしかないもん。でもほんと、はい、皆さんスタッフさんとか共演者の方もすごい楽しかった。ああそうですね、はい、あ、じゃあ続いての質問なんですが、演技の勉強などはどこでされていたんですか。演技の勉強は、まあ、その当時所属してた事務所のレッスンに、はい、教えに来てくれてた講師の方もプロデューサーさんなんですけど、その方から、はい、まあ、演技の勉強を教えてもらって、はい、まあ、それがまあ土曜日とかなんですよ。で、あ、まあ、平日レッスンない時はそのプロデューサーさんから毎週まあ DVD を3枚ずつぐらい毎週借りて、まあそれで映像の勉強みたいな風にやってたんですよ。毎週ほんと3本ずつやって、だから何本見たか分かんないぐらい見せて、ずっと毎週3本ですもんね。そうですね。だからもう何をほんと見たかすら覚えてないそれぐらい見たってことですね。そうそうそう、ほんとそうなんですよ。そうです。いやでもすごいですね、1週間で21本計算ですもん。そうですね、そう考えるとすごい、1週間で21本はそうそう見れませんもんね。しかも夜行バスとかで、あ、そうです、そうです、ね、新幹線で普通に朝来て、はい、でレッスン受けて夜行バスで帰るみたいな。いやすっごいスケジュールですねそうです。で夜行バスの時間までもちょっとやっぱり3時間とか4時間ぐらいあったので、まあ、たまに映画館見に行って、最新の映画館がなかったので近くに、あ、そうなんですか。東京に来て、そう、東京来て最新の見て帰るみたいな感じのが、それが一つの楽しみだったみたいな。まあまあそれもありましたね。はい、ではその演技とはまた別にモデルとしても、はい、活動されていらっしゃいますが、うん、その女優とモデルの共通点って何かありますかね。アキラさんの思う共通点。モデルもやっぱり女優も、ま、人前に立つってやっぱり仕事なので、はい、見られてるっていう意識はちゃんとしてますね。ああ、はい、なるほど。じゃあモデルになりたいと、女優になりたいと、ぶっちゃけどっちが先だったんですか。はい、これは本当一番初めはモデルやりたいっていうのがあったんですよ。ただ、はいはい、私身長が小さいので、まあ、できないかななんて思って、はい、演技の方を勉強して女優やろうと思ったんですけど、はい、ただ今、はい、S サイズモデルっていうのもあるんですよ。よく聞きますね、はい、そうです。なんで今並行演技の勉強と並行にモデルの勉強も一応して、はい、なるほど、はい、初心も忘れずその S サイズモデルとしても輝くためにって、はい、ああなるほど。そうです。そのモデルさんとしてその普段心がけてらっしゃることってありますか。心がけていること、ね、やっぱり体型維持です。あ、なるほど。体型維持するために、まあ、10分でもいいので、はい、筋トレとかストレッチとかやって、 はいはい、あとは最近だと水分ちゃんとすごい取るようにはしてますね。あ、なるほど。水分も、はい、水分よく取ると肌ツヤが良くなるとかなんかいろいろありますもんね。乾燥とかやっぱりあるから、そうですもんね、そういうのも考えて。そうですね、体だけではなくそっちのケアも、はい、中身からちゃんと中身からちゃんとすごいですね。じゃあモデルとしてご出演される時と、まあ、女優として演技される時とはやはり、まあ、別のスイッチというものはあるんですか。うーん、
それ気になりますね。ないわけでもないけど、やっぱモデルもやっぱ女優の仕事もやっぱり人に伝える、はい、人前に出るっていうことは同じなので、はい、まあ私にとってそのスイッチっていうのはやっぱり一つかな。あ、なるほど、なるほど、同じスイッチでこう人前に立ってっていうことなんですね。そうです。なるほど、はい、じゃあすいません、プライベートについてちょっとお伺いしたいんですけども、はい、普段時間がある時ってその筋トレだったり以外に何かされてらっしゃることってありますか？ま、天気がいい日とかは、はい、友達とちょっとピクニックしてリフレッシュしたりとか、あ、はい、あと最近はちょっと読書始めて、はい、おー、はい、ちょっと10月に公開される、はい、村上春樹さんのハナレイベイっていう映画なんですけど、はいはい、それちょっと映画気になりすぎて先に読んじゃう先読みしちゃう、先読み、はい、短編なんですけど、すごい面白かったです。これはちょっとぜひよかったら、まあ、僕も結構読書するんでぜひ読んでください、はい、僕自身いつも悩んでるんですけど、あきらさんは岩手県のご出身ということで、まあ、方言や訛りについてセリフとか話すときにご苦労されることはないんですか？まあ、意識してないですけど、はい、意識せずしてないです、はい、やっぱりなんかふとしたときに出てなんかまあ人から指摘されれば、はい、すぐに切り替えはできるようにはなりましたね。すごいですね。安田さん、どうですか？僕はなかなか栃木弁が抜けなくて、その先ほど言いましたけどワークショップで役講師の方に今のなまってるよって言われるんですけど、え、嘘、今のがなまってたのっていう。あ、でも最初はそれ私もありましたね。やっぱりそうなんですね。あって、あ、やばい、なまってんだ私みたいなので恥ずかしくて、なんかちょっと隠すようにはしてましたね。あ、それを隠せるようにするっていうのはすごいですね、うん、僕にはまだまだできないので、ちょっとそれをアキラさんに教えていただく、ね、習わないといけないですね。アキラさんもちょっとご存知かと思いますが、うちの先輩佐藤美久さんが料理がとても苦手で、その出来なさでラジオからのスピンオフ企画で映像配信番組ができているくらいなんですけども、アキラさんは料理とかってお得意ですか？いやー、もうそれ一番聞いちゃいけない。聞いちゃいけない。やっぱり女性にはちょっと。聞いちゃいけない。なんかま、一人暮らししてるので、あと、まあ、カレーとかって結構作りやすいじゃないですか。はい、そうですね、私カレー作ると何回作ってもカレースープになっちゃうんですよ。ほう、とろみが出ないってことですか？そうなんですよ。なんか分量とかちゃんとここ書いてあるじゃないですか、はいはい、それやっても失敗しちゃうんですよね。なんでかわかんない。多分それじゃがいもをもうちょいなんていうんですか、煮詰めてこうちゃんとカレー全体に溶かす感じが必要なんで、時短でそういうとろみを出すっていうのだと、じゃがいもを一度電子レンジでふかしてから、はい、もう一度茹でて、でそこから作っていくと、そのじゃがいもが崩れやすいというか、ちゃんと溶けやすくなって時短で作れるので、ぜひちょっと試してみてはっていう。ちょっとやってみます、ね。はい、ちょっとワンポイントで、ね、いい情報、はい、ありがとうございます。それはいい情報な、はい、それでは、モデルとして女優として、まあ、それぞれ将来の夢とかはありますか？あ、なるほど。モデルとしてははい、サーフ系の広告とかに、はいはい、出たいっていうのと、女優としては、はい、まあ、ドラマや映画に一本でも多く出て、はい、まあ、有名になってみんなに名前を覚えてもらえたらいいっていうのが、あ、うね、あ、なるほど、なるほど、はい、そうですね、僕たちも今名前を覚えてもらえるようにそこ、ね、今頑張ってラジオやってますけど、はい、じゃあ冒頭でも紹介させていただきましたが、現在参加中の7月クランクイン作品出演枠獲得に向けての抱負をお願いします。ワークショップで頑張ってセリフのあるお役をいただきたいと思ってるので、はい、はい、頑張ります。頑張りましょう。じゃあそれでは、大変恐れ多いんですが、まあ、告知などございましたらお願いいたします。ちょっと私インスタグラムをやっていて、はいはい、仕事やプライベートとかいろいろちょっと投稿しているの で、はいはい、であと最近出させていただいたファッションショーの動画もちょっとアップしているので、はい、よかったらフォローしてほしいので、はい、こちらが、はい、
アットマーク AKI アンダー 06K アットマーク AKI アンダー 06K です。こちら皆さんフォローお願いします。今後の活動もそちらで、はい、いろいろと今度アップするんで、はいはい、ぜひそちらを確認していただければと。なるほどです。ありがとうございます。今回のスペシャルゲストはモデルで女優のアキラさんでした。アキラさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。これからも皆さん応援とともにどし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 どんどん、はい、お便りをお願いいたします。はい、ファックス番号047-303-3974 047-303-3974。 メールアドレスは fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp 初めの2分までお待ちしております。はい、ということで今回スペシャルゲストをお越しいただいて、ね、本当に戻るもの結構やっぱり人によってそのこの芸能界に入られるきっかけとかって違うんですね。まあそれはそうですよね。一人十人十色っていうぐらいの言葉があるくらいあるくらいですからね。本当すごい。でもスカウトっていうのが本当にすごいですよね。いいですね。いやまあ、ね、なんで羨ましい羨ましがってしまいます。やっぱりちょっとそこは、まあ、でもあれですね、こう新鮮ですよね、はい、ゲストの方が来られると、はい、なんか僕たちも変に緊張してしまって今回もねちょっとうだうだになってしまったんじゃないかって僕の自己評価的にはあるんです心配があるんですけれど、はい、まあいやもう本当皆様に楽しくお聞きいただけてればそうですね幸いですねそれが、はい、それでは初めの2分次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは小林誠也と安田雅史でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。